その海岸がちょっと壊されそうになってですね、私個人的にはやっぱり一回壊してしまうと、なんかいろんなやっぱり人間の事情っていうのはあると思うんですけど、やっぱり自然っていうのは一回壊すと本当にね元に戻ってこないし、なんていうか自然の声を一番よく聞いていたらうまく人間も生きていけるんじゃないかと思います。で、その家督っちいえば本当に島唄で一番難しい曲って言われてます。家督なべかな、難しすぎて本当歌いたくないぐらいなんですけどもね、瀬戸内っちいえば家督なべかなね、あれなのでちょっと歌いたいと思います。Oh.
ありがとうさま両方。